マノチです。よろしくお願いします。映画やっていきましょう。今日は夏の甲子園2回戦あきるの商業ですね、前評判し、ここは春にもやっております。春は2対1で勝ったんだったかな、あきるの、3月19日ですね、2対1で勝っております。よし、コメント読んでいきましょう。甲子園コールドねーよ、恥かいたところで恥ずかしい思いをしたところでこのコメントを読みたいと思います。マノチさんって甲子園にコールド導入賛成派ですか？賛成派です。藤波選手、長坂選手、伊藤選手の回復を祈るばかりです。藤波選手以外の名前も出たんですね。俺が知ってる中ではその藤波選手と同僚2人というところで、情報は止まってたんですけども、名前出たんですね。パワープロ2020プレステ4でも発売決まりました。まあそうなったらプレステ4かなと思うんだけども、あのスイッチ版のパワープロって俺やったことがないからさ、2019も確か出てるよね。もしなんかそのリモコンを振ってバットを振れるとか、なんかそういうことができるのであれば、なんかスイッチ版も欲しいなとは思うかな。まあプレステ4版をまあ買うは買うと思うんですけども、ちょっとやってはみたいですね。スイッチ版も効果毎回飛ばしてます。今回もスキップできるような試合をしてやるよ。選手の個人成績を見たいというコメントをいただいたんですけども、ここの場面でいいのかな、ここでいいのかな、ここの成績ってことですよね。ここしか見る場所がないと思うんですよね。多分ここでいいと思う。ここ見よう。はい、まあこんな感じでございます。よし、行きましょうか。頑張りましょうか。5、そういえば、甲子園中、大会中は、8月10日止まっても意味ないらしいですね。よかった、ありがとうございます。キャプテン志賀調子いいの。これでいくかな。以前ねコメントをもらったんですけど、ジーニョ控えだと俺が代打に出さないとコメントもいただいてるんですよね。出さないんだよね確かに出さないんだよね。結構ね、なんだろう、動くことに対しては消極的なんだろうな俺がな。もう性格の問題だと思う、それは。それを踏まえると出しておきたいけども、やっぱ調子のいい2人、それ調子のいい2人と思いました。何故に木島が8番まで下がったとコメントもいただいてるんですけども、わからんなんかしっくりくる感じかな。しっくりくるだな。よし、頑張ろうぜ、勝とうぜ。明日の動画撮りだめです。なんで明日、まあ3回戦行くから、今日、まあ、3回戦行くから。さあ頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。まあ多分名護とやるのかな、ちょっと分かんないですけども。一塁側南北海道代表名門取りだめになります。三塁側西東京代表秋野、お願いします。スタンドは満員のお客さんで埋まっています。シャラ勝つぞ。プレイボールです。まあ調子のいい滋賀から打ってみろというところですよね。うちのエースはすごいぞと、魔物来たぜ。本音言っていい、昨日みたいな感じにはしたくないから、あんまり魔物使いたくなかった今日は。それが本音。絶対使うけどな今日絶対使うけどな、絶対に使うけども、出たら使うよ、それは使うさ。出なくてもいいなっていうのはあった今日に関しては。昨日のはあんまり好きじゃない。麻藤くんって珍しいよね。あんまり出てこない、そのデフォルトネーム。やっぱ徳永、内山くん、ここら辺は多い気がするかな。あと大津も多いかな。ショートガイア、
ショート外野の高橋選手誰だろう。ショート外野2つだけ、あ、全く分かんない。足速いな、足の速い高橋選手。あ、ごめん分からん。送りバントが、そっか、いや送りてえな、セーフティーで行ってみようか。とりあえず送りてえな。第9バントしてきた、サードボールを取る、ナイスバン。さあ得点圏、双葉、この流し打ちでいきましょうか。初球から、おお、キャプテンいいね。キャプテンの名前、いつまで18時まで雑談くんなんですかとコメントもいただいてるんですけども、この先ずっとこの先ずっとかな。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。追加点取ろうぜ、頑張れ。仕方ない、これでワンアウト。ラッキーボーイ使っちゃいますか。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。流し打ちでいこうか、頑張れ。流し打ち、いいんじゃない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 、ナイバッチ。ボールが転がる、ボールは中継、素晴らしい。甲子園の魔物の顔を覗かせそうな場面です。何も悪いことはしてない。ちょっと待ってね、クイック C、 はい、これさ本当変化球次第でさ、木島普通に走るんじゃねえかな、サントできるんじゃねえかな。エンドライン行こうぜ。おっ、しがナイバッチ、うざい。さらに1点追加、3対0。いやー黄色い線か、ぶっちゃけ黄色い線ってそんなんでもないよね。やっぱなんかお祭り男のままがいいよね。ナイバッチ、二塁ランナー三塁へ向かう、ヒットだろ、これ二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、北間さらに、いやこれ今のところ魔物関係ないからね、今俺今自分に必死にフォローしてるから。おっと、昨日の繰り返しかっていうドキドキ感が半端ないからな、マジで半端ないからな。分かってんだ、俺も分かってる分かってる、いろいろ分かってる中でもバントしてきた、それでもセーフティーバントするよそれでもするよ、それでもするところはするよ、俺は。二塁送球はどうだ、二塁は早いな、足な、進んでいます。どうしよっかな、精密機械か、いや取っとい、結構ここでの追加点はとどめに近いもんがあるとも思うんだよな。使っとっか、機械のごとき精密さを発揮することができるか。頑張れ、来ました、あっと弾いた、取れない、いいぞ記録はショートでだ、いやなんだろうな、なんだ、俺悪いのかな、満塁男だ、どうしよう。ちょっと持ち前の強心臓が力を発揮するのか。満塁ホームラン見てけども、丁寧に行きましょうか。犠牲フライ。三塁タッチはセーフ。引っ張った。ボールはライナーでライトへ。よし、オッケー。ボールが、あ、これ。セカンド大丈夫。よし、オッケー。点追加。ライトのエラーが。いや、どうしよう。ね、どうしよう、なんか。もう怖いんだよ、昨日みたいなのは、昨日みたいなの怖いんだよ。
なんか勝てばいいみたいに。オーケー。はい、1枚おっしゃ、いいぜ、いいぞ、いいぞ。松野くん流し打ちですね。頑張れ。インコース引っ張った、打球はライト右へ、惜しい、打ちました、右中間へのフライ、ヒット、いいね。三塁ランナーがホームへ、打球が転がっている。いや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 、いや、なんだろうな、なんだろうね、吉代打。ランナー一塁、成長しよう。さあ、ここを乗り越えて成長したい。ちょっと待って、あーむず、頑張れ。しました、ショートの右、バット弾いた、取れない、ボールはファーストへ。もうちょっと今俺アキルの応援してるもんな、どっかでアキルの応援しちゃってるよ今俺は。いや、やるなら徹底して叩く。あれ、成績残せばその分経験値入るんでしたっけ。ここがむずいよな。これが6回裏とかならもう、ま、迷うことなく変えるんだけども、もうちょいシガには投げてほしいっていうのはあるかな。ここまでレベル3だったら流しのがいいだろうな、多分な。よし、あーもう何ぼでも言ってくれ。何言われたってか、ま何言われたって、もうファイト。よし、藤村君普通に打つよね。まだチェック相当余裕があるな。今さらだけど志賀は変えてもよかったかもね。レフトへの打球、レフト下がった、普通にないバッチ。2点入りました、14対1。年生ごちょごちょ出したいね、出していきたいですね。バッターは2年生桃田。どうせならうまいことやっていこう。あ、もう魔物使わないわ、あ、この試合中はね。というか魔物ってこんなうまくいくか魔物ってこんなにうまくいくもんだったっけ。これは内野ゴロ、大津掴んだ、サードから一塁送球、圧倒としているファーストエラーが記録されます。あ、もういいぞ、もういいぞ、もうとことんエラーしろ、とことんエラーし、構わん、もう。1年生そう特化へは危ねえかな。小出しにしてった方がいいよね。梅もボールを掴んだ、あっと送球それた、アウト、スリーアウトチェンジ。小出しでいきましょう、まあ、とりあえずジーニョ。弟とりあえずキャッチャーつけて、 この2人が難しいんだよな。何が難しい、この2人が難しいんだよな。猿渡りファーストいくか、いきますか。ピッチャー交代で犬塚は取っときたい。とりあえず1年生2人いきましょうか。はい、
動画的にはここで魔物なんだよな動画的には魔物のタイミングだったよな。藤村いいバッティングを見せ、二人でいきましょうか。頑張れ。ナバチ。もう今さらしょうがないけどさ、魔物なしでもうち強いんじゃねえかなってなんか思えてはくるよね。ナイバチ。いっぱい点は取っておこう。これで向こうのピッチャー最後ですね多分。17点でしょう。いくらうちが1年生をこう投入してやっていったところで17点も取られるとは思えないんだよね。前半が終わり6回か。代打お疲れ。バッターは代打石竹。持ち前のクセモノぶりどうすっかな。まあ打ちたいかな。打たせましょうか。足打ちどうだ。山内ナイバッチ。ライト線ヒットになります。ライトバックホーム。ガンガン成長しろ。石田くんいいバッティングを見せました。ああそうだそうだ、さ桃田兄弟なんだけど、ちょっと名前考えておきました。なんか今あんま大会中はちょっと変えたくないっていうのがあって変えはしないですけど、3年生引退して今の 1,2 年生チームになったらちょっと名前は変えるというか名前をつけるって言ったらいいのかな、したいなとは思ってます。弟いいね。どうしても魔物使いて魔物使いてえなー。もういやもう使うならもうさっきのタイミングだったけどね。絶対に今ここで使っても面白くはないから使わないけど。頑張れ。いいね。なんだろうね、すごい普通に打つね。ランナーが一つ先のこの点差でこの点差で盗塁はな。よい全然構わんぞ。オッケー。おい今魔物使ってねえからな、今のサード悪いからな。ナイススクイズ。とことん点取ってやる。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。頑張れ。あれ頭の上くるくる回転してる星マークってさ、あんな色だっけ、黄色じゃなかったっけ。一枚。いやーなかなかホームラン出ねえな。ホームラン出るだけの能力は持ってると思うんだけどね。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。頑張れ。行きました。うん仕方ない。レフト方向へ持っていきましたが取ってこれで3アウトチェンジ。10番東で。うち容赦ねえな容赦ねえな。クイックいいか。
桃田いけんか、難しいかな、ま、いやさすがにこの総力じゃ難しいか、なんか60ぐらいあればちょっとチャレンジもさせてみたかったけどね。変化球くればいけそうだとも思うけども、行ってみようか、 やってみようか。キャッチャー二塁送球、これは行けるんだね、すごいね。今の感じだったら今外してたもんね、向こうもね。藤村くんあたりだったら3投とかもいけそうだよね。守備しよう、さあ究極の思考が解き放たれることになるか。あとは緩急でいこうか。そっか、1年生コンビか、頑張れ。やった、仕方ない。ボールは中継、服部ナイスバッティングです。まあまあまあ、後ろというか、まあ控えには一応2年生2人いるから大丈夫、どうにでもなるから大丈夫、疲れるまでなる。いやまあ個人的にはもうさっさと終わらせたいなという気持ちがめちゃくちゃ強いですけどね、めちゃくちゃ強いですけども。打ちました、三塁ランナーはホームへ、一個取ろう、一塁へ送る、あ、OKOKOK、 1点返しました。双葉なおもピンチが続きます。バッターは2年生山内、今日はあっと疲れたね、 OK、 お疲れ。うーん、なんとなく絶対点取られない男ヒンタだな、そんなイメージが。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。ヒンタ、なんだろうね、なんか歩かせた感があるんだけども、栄冠というゲームにおいてはたまたまなんだ。キンタ、もう気緩んでるもんな、もう俺もだけどさ、俺もだけどもめちゃくちゃ気緩んでやってるわ今。なんか雑談でもする？よくはない、もう。まあ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 、これ根岸くんはない、どうなってんの彼はずっと頭の中クルクルしてっけど、ミート打ち、最後は、犬塚行きますか。え、ちょっと待って、うち全員出してなくない？森谷ってお前何できんの？サード、あーそっか、全員出してーな。一応セカムできるんだ、盛り上げる使えばある程度カバーできるから。行こうか、すげえ中途半端だけど。ピンチヒッターは出とけ出とけ、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。うん、もう積極的に強振で振ってきて、オッケーオッケー、まずすごく盛り上げる使って、褒める必要ないな、調子はもうある程度いいから。
やっぱ俺東出の助言好きだな。最後の伝令を送ります。マウンドに選手たちが集まっています。なるほど、よし、持ち前の熱血が力を発揮することになる。抑えてこい。初球流し打ち、失点せずに抑えよう。頑張れ。インコース引っ張った、よし。猿渡り軽快な守備を見せました。先ほどから、外角かな。初球打ち抜けた。魔物なかったら勝ってたんかな。微妙な点差ですよね。鈍いゴロ、犬塚取った。あと1人、ここまで失点するなよ。よし、 OK、 セカンドから一塁送球。マーキョー、うまくさばいています。試合終了です。双葉2回戦を見事突破しました。悪いこと何もしてねんだけどね。悪いことして気分だな。見事勝利しました。あざした。ギラギラ眩しいマイフェンズ、ほのかに香る春のフレーバー、虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来をつかみ取れ。ときめくときめけときめけば、ふたば高校。いやなんだろうねこの気持ちね。悪いことはしてないんだよな。何もしてないんだよな。本当にしてないんだよな。けど悪いことした気分になっちゃうの。どうしてもなっちゃうの。木島が普通に打ってる。はいよ、チャンス F。 あ、そうそうか、そっかそっか。いや、まあまあまあ、ついてしまったもんね。仕方ないから。もう袴田がシュート覚えましたね。また、練習指示、無理やり引いてちょっとシュート成長させておきたいと思います。はい、はいはいはい、わかるのかな。わかんないね。3で進めましょうか。はいよ。なんかあるかな。俺このポイント1万ポイントまで貯めたことってないわ。初めてだわ。なんかあるかな。どうせ使うなら3年生がいいんだけども、なんとなくムービング取っとこうかな。やめる。お、藤村くん、おスピード差いいね。さあ次ですね。次に名護が来てくれればいいんですけども。せーの、はい。あれ鹿児島のとこだっけ。やってない俺春に。やってるやってるやってる。8対3で勝ってますね。なんか大体やるところって変わんない感じなの。たまたまかもしんないけどね。
ちょっと名ごとやりたかったですけどね。なんて読むんでしたっけ。確か鹿児島のね、与論島だから与論商工かな、確か鹿児島だったはず。俺調べた記憶がなんかあるんだよね。ムービングなんだけど、1年生に使おうと思う。確か袴田が最強の変化球投手にしたいとかそういう感じだったと思うんですよね。なんで袴田にムービングをぶさしましょう。よし、じゃあ、終わりましょうか。あとで何でしたっけ、練習指示引いてやっておきます。はい、な、魔物封印しようかな。もう今この2試合を見たらもう封印すべきなんだよね、絶対ね、絶対封印すべきだよね。ごめん、あの世論証拠前評判 B か、そっか変に封印するとか言わない方がいいな。まいい意味で適当にやっていきます。はい、では、終わりましょう。終わり、バイバイ。